では一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたの恵みによって私たちは一週間の旅路が守られ、そしてあなたの憐れみによってこの礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうぞこの礼拝の中心に主ご自身がお立ちくださり、私たちの捧げる感謝と賛美をお受けください。皆が崇められますように。またこれから御言葉を開かせていただきます。今日開かれる御言葉も主ご自身がお語りくださいますように、このしもべを憐れんで十字架の陰に隠してくださり、ご自身の栄光だけを表してください。このしもべを通り置き管として用いてくださいますようにお願いいたします。一切を御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はダビデの子ヨセフへの希望の光というテーマになっております。アドベントの第1週ですね、アドベントの第1週もヨセフが登場いたしました。あの時にね、あのヤコブの子ヨセフと書いてあった、それを覚えてらっしゃいますでしょうかね。なんでこんな回りくどいことをと思ったかもしれませんが、今年のテーマですね、これに沿ってどこを開けばいいのかなということをね、祈って、導かれたのが創世記に登場したヤコブの子ヨセフ、そしてエレミア、預言者エレミア、そして、今マリアの夫になったこのヨセフ、この3人だったんですね。ですのでヨセフだけだったら2人ヨセフが出てくるので困ったなと思っていたところで、どうしようかって、じゃあヤコブの子、そしてこちらどうしようかって、どうしようかって言ってね、非常に迷ったんですが、ダビデのことさせていただきました。若干違和感があるかもしれませんけどね、もちろんこのヨセフ直接のお父さんダビデというわけではありませんけどね、ダビデの子ヨセフ、それなぜかというと、この後ね、あの先ほど聖書をお読みしましたけれども、御使いの呼びかけがそこにあったということがありますね。そのところから今日はダビデの子ヨセフへの希望の光とさせていただいております。このヨセフですけれども、先ほど申し上げた通りマリアの夫です。マリアの夫、そしてイエス様の父親というふうに言われますけれども、これはあの実際の血のつながった父親ではありません。マリアももちろん、ね、血がつながっているわけではありませんけれども、聖霊によって身ごもったということがありますのでね、肉の父親ではありませんが、法的にはイエス様の父親というふうになっております。やはり、子供が生まれる、自分に、ね、子供ができるということは非常に幸せなことですので、マリアが神様からイエス様を授かったということ、自分の、言い名付け、法的にはもう妻ですけどね、妻が子供を授かったというと非常に幸せだなという、思われるかもしれません。神の御子を授かった、こんな光栄なことはないですね。ですからね、あの旗から見れば非常に幸いな人かなというふうなイメージを持つかもしれません。ですがマリアがイエス様を身ごもったこのタイミングが、二人の婚約期間中で、まだ一緒に暮らす前だった。ユダヤの、ね、結婚というのは非常に、独特なものがありましたのでね、結婚しているといっても1年ほどは別居してますのでね、その間です。その間に身ごもったので、非常に問題が多くなってしまったわけです。そのような困難な将来に立ち向かったヨセフ、このヨセフに与えられた希望の光について私たちも学ばせていただいて、私たちも今この新型コロナウイルスの感染がいつ収束するのかわからない、本当にね、先が見えない、こんな時代であります。将来がね、見えない時代でありますけども、信仰を持って前進していきたいと願っております。では聖書をもう一度お読みいたします。18節19節ですね。
18節と19節を拝読します。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。マリアは天使ガブリエルから聖霊によって神の御子イエスも身ごもるということを伝えられました。そしてマリアはその御言葉を信じて、お言葉通りこの身になりますようにと、そのように、従う決心をしたわけです。ところが夫のヨセフですね、ヨセフはマリアから聖霊によって身ごもったということを聞いたと考えられます。それ以外にね、伝え聞くルートはないかなと思うんですね。もちろんヨセフは正しい人とあるように非常に信仰深い人です。聖霊様が今マリアを包み、そして神の御子を宿したのだということ、全く信仰ない人が聞いたら、そんなことあるわけないでしょうで終わっちゃうんですが、ヨセフはそうではなかったとは思います。そうなのかと、そんな素晴らしい恵みを受けているのかと信じたかもしれません、かもしれません。ですがすぐには信じることはできなかったかもしれません。そこは分かりません。もちろんヨセフ自身はマリアを信じたい、もちろんマリアがお腹が、ね、大きくなって自分の子供ではないということはヨセフ自身が一番よく分かっていますから、これは一体どういうことなのか、本当にマリアが言った通り聖霊によって、身ごもっているのだということを信じたい。そしてマリアの言うことを信じよう、そう決心したとしても問題は他あります。ナザレのその他の人々です。小さな村です。そこでヨセフの妻マリアがまだ一緒になる前にどうやら妊娠しているらしいよということが分かったら、非常に大きな問題になってしまいます。ですのでヨセフはマリアを人々の前に晒し者したくなかった。そこでナザレから内密に晒すようと決めたわけです。もうヨセフにとっては本当に苦渋の決断ですよね。本当に苦しい決断をしなければなりません。マリアを妻として迎え入れたならどうだっただろうか。先ほど申し上げた通りです。他の人の目にお腹の大きくなったマリア、そのマリアを晒さなければならない。おそらく一緒に暮らす前にお腹はだいぶね目立ってくると思うんですよね。ですので非常に困ったことになってしまいます。最悪の場合マリアは石打ちにされる可能性もあったわけです。そしたらもうマリアを妻として迎える、それをやめてもう晒してしまえばいいじゃないか、簡単に思うかもしれません。ですが当時のユダヤ、女性が一人で暮らしていくということは非常に困難です。ましてや赤ちゃんを一緒に連れて、赤ちゃんを産んで、そして育て、そして生活しなければならない、非常に困難です。ですからヨセフにとってはマリアを妻として迎え入れることも非常に危険、またマリアを晒せることも危険、どちらをとってもマリアの将来というのは非常に暗い道しかなかったんです。その中でヨセフは内密に晒せる方を選びました。そのような悩みの中にあったヨセフに希望の光が与えられるんです。
20節から25節です。20節をお読みします。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主の預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。はい。ヨセフの夢の中に主の使いが現れました。神様は時々このようにして直接語られる場合もあれば、夢に現れるということもあります。マリアに対しては直接御使いが現れたんですが、ヨセフは夢の中で啓示を受けていますね。そして御使い、この主の使いはヨセフにダビデの子ヨセフと語りかけました。ダビデの子ヨセフ、このようにダビデの子と呼びかけることによって、ヨセフがダビデの家系に属するものであるということを思い起こさせることになります。またダビデの子孫が主の御名のために一つの家を建て、主はその王国の王座を常しえまでも固く立てるというこの約束、これはダビデになされた約束ですね。この約束が今成就しようとしているということ、それを思い起こさせることになります。このダビデの王国ですね、ダビデの家系、代々王になっていきました。子供たちが、ね、王を継いでいきました。しかしバビロンによって南ユダ王国が滅ぼされたとき、その王座というのは一旦なくなってしまったんですね。常しえまでも固く立てると言われたはずのダビデのこの王座、それが失われてしまったと思われたんです。それからしばらく王っていうのはいなかったんですよね。ダビデの家系で王はいません。ですが今、約束のメシアはダビデの子というふうに言われていた、そのように言われていた。それに応えるように御使いはヨセフに対してダビデの子ヨセフと呼びかけた。これは今ヨセフを通して主がダビデに約束されたことを成就しようとしておられるのだということを、このヨセフにも思い起こさせる呼びかけになっています。ヨセフはダビデの家系の人の中でも主に選ばれた特別な人である、特別な正しい人である、そのように御使いは告げているんですね。ダビデの子ヨセフ、非常に素晴らしい呼びかけです。そして御使いはヨセフが一番心配していたことについて最善の道を示します。ですね、20節ですね。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
このようにヨセフに語りかけています。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。これはマリアの将来のことを考えると簡単にはい分かりましたとは言えない命令です。実際にヨセフは考えに考えた挙句、妻として迎え入れることは難しい、自分にとってもマリアにとってもそれは危険なことだ、そう判断して内密に去らせることを選んだんです。それほどマリアと一緒に暮らすということはマリアにとってもヨセフにとっても危険なことです。しかし死の使いは恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいと命じました。なぜならマリアのお腹の子供、この子供は聖霊によるものですとまず最初にはっきり言っています。ヨセフも信じがたい出来事だったかもしれません。聖霊によって子供ができる、こんなこと本当にあるんだろうか、今まで聞いたことはないという出来事がここに起こっているんですね。マリアからは聞いていたけれども本当だろうかと思っていたところ、御使いからその知らせを聞くことになりました。そして御使いはさらに言いますね。その胎に宿っているものは聖霊によるのですと言います。これはつまりマリアは何の罪も犯していませんよと、人々がマリアを石打ちにするような罪は犯していませんよということを御使いはここで宣言しているわけです。石打ちの刑、これは主が定めてくださった律法、それに反することだから罰を受けるわけです。しかし主がマリアは石打ちに当たるような罪は何も犯していないと主ご自身がここで宣言してくださっています。だから心配することはない、マリアは人間の手によって石打ちにされるようなことはない、罰せられることはないのだ、だから恐れないで妻マリアを迎えなさいと。人々は罰することなどできない、ましてや主ご自身はマリアを愛し決して罪に定めることはない、だから安心しなさい、マリアを迎え入れなさい、そのようにヨセフに命じているんです。そしてさらにヨセフに大切な大切な命令が下ります。次のところですね、こちら21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。はい、名前をつけるということです。名前をつけなさいって命じられています。イエスという名前をつけなさいと名前が決められています。これがなぜ大切かというと、ユダヤでは生まれてくる子供に、親が名前をつけたりしますけれども、大体つけるときは自分の身内にいる名前をつけたりしますね。バプテスマのヨハネが生まれたときもそうでしたね。エリサベツが、この子の名前はヨハネにしなければなりませんと言ったときに、あなたの身内にそのようなものはいないと言われました。そのようにして自分の身内にある名前、それに近い名前をつけるというのが一般的だったようです。これは日本でもよくありますよね。日本でもよくあります。今子どもたちよく知ってるね、鬼滅の刃でもそうですよね。炭治郎の子どもが炭治郎ですよね。そういうふうに一文字持ってきたりとかしますね。近い名前つけたりします。そういうふうにユダヤでも同じです。やはり、身内にある名前、それをつけるのが一般的です。ですが、
家系がずっと書いてありました。このマタイの福音書ずっと書いてました。その中でイエスという名前は出てこないんです。出てこない。もちろんヨシュアという名前はね、他の部族に出てきます。同じ意味です。ですが、このヨセフの身内にはイエス、ヘブル語ではイエシュアですね、イエシュアという名前の人はいなかったと思われます。けれども御使いはヨセフにイエスとつけなさいと言います。それはなぜかというと、この生まれてくる男の子がご自分の民をその罪から救ってくださる方だからです。ご自分の民をその罪から救ってくださる方だから、主は救いという意味のイエスという名前をつけるようにヨセフに命じています。ヨセフはこの夢に現れた御使いの言葉を信じて、そしてマリアと2人で困難が予想される道を選び取ります。この御言葉に従うということは非常に危険だということは重々承知です。しかし御使いが主の御言葉をそのまま取り継いできた、迎え入れなさい、マリアを妻として迎え入れなさい、そしてマリアが産む男の子、この子にイエスと名付けなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だ。その言葉を信じてヨセフは危険な道をあえて選び取りました。そしてその結果、全世界の民を救うイエス様をこの世にお迎えするという大切な大切な働きを全うすることになりました。神様の御言葉は私たちに自由を与えてくれます。私たちに最善の道を示してくださいます。私たちも困った時、神様御言葉をくださいって祈りますよね。神様の御言葉は私たちの道の光です。ですので御言葉を求めます。ですが時としてこのヨセフの時のように困難な状況にあえて私たちを導くような御言葉が与えられることがあります。本当にこちらへ行くんですかという道が示されることがあります。ですがそういう時も心配しないでください。危険な道、困難な道が示された時、その時こそ必ず主の守りがあります。神は私たちと共におられると約束してくださって、希望の光を与えてくださいます。私たちにとって確かに今のこの時、これを豊かに過ごすことや、また平安に暮らすことっていうのは非常に大切です。ですが将来が暗闇であったら、たとえ今が良くても不安はなくなりません。今特にそうですよね。今日良くてもね、まだ明日どうなるのかな、いつこの地域も感染者が出るかなとか、いつ自分が感染するかななんていう不安があったら、もうなかなか平安が得られないっていうのは実情かなと思います。それがもう1ヶ月ぐらいなんとかなるって思うと、もうちょっと我慢だってなんとか踏ん張れます。でも1年ぐらいまだ頑張れるかもしれません。期限が切ってあったらなんとかなるかもしれません。ですが永遠の滅びがあなたにありますよと言われたら、たとえ今どれだけ豊かに暮らしていたとしても全く平安はありません。この先私は永遠の滅びだと思ったら何も希望はありません。しかしたとえ今どんなに困難があったとしても、あなたには永遠の平安がすでに約束されています。永遠の刑罰はもうありません。そう約束されるなら
私たちは希望を持って、今たとえ困難な時を過ごしていても忍耐することができます。イエス様は私たちを罪から救い、永遠の刑罰を受けることはないようにするためにこの世に来てくださいました。そしてご自身が十字架で命を捨てることによって私たちに永遠の希望を与えてくださいました。ですから目の前が暗闇に見えたとしてももう恐れる必要はありません。私たちには永遠の希望、永遠の光がすでに与えられています。そして私たちの希望の光であるイエス様はインマヌエルであるお方です。いつも私たちと共にいてくださる神様です。ヨセフも非常に困難な選択を迫られました。しかしインマヌエルなる主を信じて困難な道を選び取り、その結果神様の約束通り守りをいただき、そして恵みをいただいた、そのことが聖書に記されています。私たちも今困難な時代、先が見えない時代を過ごしていますけれども、神様は今私たちと共にいてくださいます。イエス様はインマヌエルなるお方です。いつも私たちと共にいて希望の光を与えてくださっています。ですのでヨセフが信仰を持って御言葉に従ったように、私たちもイエス様がいつも共にいてくださるのだということを、救い主であるということを、しっかりとこの御言葉を握って恐れることなく希望を持って歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。ヨセフは非常に困難な選択を迫られました。そして自分で出した結論、マリアを内密に去らせるということを決めました。悩んで悩んで悩んだ挙句に出した結論です。しかし主はさらに厳しい道をヨセフに示してくださいました。マリアを妻として迎え入れなさいと。人間の目には非常に困難な道かもしれません。しかし主は私たちの思いをはるかに超えたご計画を持っておられ、そしてどのようなところを通るとしても、いつも共にいてくださり、すべての災いから守ってくださるお方です。ヨセフはその約束を信じ、御言葉に従いました。そして幸いを得ることができました。今私たちも本当に先の見えない道を歩むこと、そのような状況に今なっております。神様、どうして今こんな状況なんですかとつぶやきたくなるような状況です。しかし主がお許しになってこの道を私たちに授けてくださったことを覚えます。主よ、このような状況であってもインマヌエルである主は変わることなく私たちと共にいてくださっていることをありがとうございます。今もう一度あなたに信仰の目を開いていただいて、イエス様が私たちと共にいてくださることをはっきりと見させてください。そしてあなたから希望の光をいただき、先の見えづらいこの時代ではありますけれども、希望の光であるイエス様を見上げて、一歩一歩恐れることなく歩むことを得させてください。主よ、このアドベントの時、もう一度あなたが与えてくださった大きな大きな恵みを思い起こし、感謝を持って喜びを持って、あなたからいただいた平安を持って、
この時を過ごさせてください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。